はい、どうもメンヘラおじさんです。さっきまでね、寝たおかげで、まあ躁状態のですね、頭痛からはちょっと抜けたかなという感じでございます。で、まあ明日会社行かないといけないので、ちょっとまあテンションは下がり気味なんですが、動画撮っていこうと思ってます。で、まあおかげさまでですね、まあ、週末から今にかけてですね、40人から62人まで、おかげさまで、増えることができまして、で、再生回数も今6000回で、再生時間250時間っていう状態なんです。で、おそらく、まあ、今日とか昨日とか、大量に動画上げたので、それが言うたら週明けもですね、なんか回っていきそうな気がします。で、おそらくだいたい今1日1000回単位で再生数が回れば、おそらくまあ今週中に1万回は突破するだろうというところと、再生時間も おそらく1日、まあ60時間ぐらい増えているので、まあ500時間、少なく見積もって400時間は今週で回る感じでございます。で、まあ、この2日間の伸びがちょっとすごかったのでですね、まあ、個人的にはうまくいくんじゃないかっていうところと、会社バレ怖いなみたいなところの、まあ、2つあります。で、うまくいくのであれば全然、まあ月曜日以降はちょっと更新頻度下がりますけども、まあ第一目標といいますかの100人に向けてですね、順次伸びていっていただければなとも思いますし、まあ一番再生されているのがまあ730回ぐらいかな、これも1日50回から100回ぐらいの割合でですね、再生回数伸びているので、まあ1000回に向けていってほしいとか、まあなんか個々あるんですけれども、そういったプラスの面と、会社バレしてまたなんかこうこの YouTube がですね管理されて、まあ好きなことが喋れないとか、あるいは今来週もオフ会といいますか、オファーがあったオフ会はまあYouTube がなくなってもやるんですけども、そういったところに制限がかかるっていうところが個人的には辛いなと思ってます。まあ一応前問題を起こした YouTube アカウントでは何もやってません。それに紐づいた Twitter アカウントでも何もやってないというところなんです。で、Twitter にまあ今日ちょっとだけね、YouTube やってますということは載せたんですけども、まあすぐ消したんですね。で、前のアカウントに関しては、土曜日に、これも 2,3 時間だけ載せて、でそこで10人ぐらいこっちの方に移ってきてもらってというようなところがありまして、まあ、少しなんか見バレリスクみたいなのはちょっとだけあるかなと思ってます。で、まあそれがなければ、なんとかまあ月曜日ですね、明日会社行って、明後日在宅なので、まあ、明日行って何も言われなければ、まあ、このまま続けられると思うんですけども、そうでない場合はまたね、何だか言われると思います。ただ消すつもりはちょっと全くなくてというところで、また会社と揉めるかもなというところが不安ですね。週明けの不安はそれですね。というところでございます。予想以上に、言うたら再生時間、再生回数で登録者数が伸びている分、そういう不安はありますというところですね。まあ、これが本当に1万人ぐらいまで行ってしまえばね、こっちとしても、じゃあどう動くかっていうことは いろいろ言えますし、まあもう今50人ぐらい、の時に、お声掛けいただいて、もうオフ会っていう形でさせてもらうっていうことができるので、あ、じゃあ、それがまあ週じゃないですね、まあ、月3回以上になってきたら、ちょっとまあ時間の優先順位とかですね、出てくるので、そこら辺からはじゃあ足代と、まあちょっとワンコインぐらいいただくとかっていう形で、ちょっとずつ
そのマネタイズといいますか、まあ、私の話す会なのか、調べ物をしていただくっていうその、依頼料なのか、それは分からないですけども、そういう形で、やっていくとかっていう、なんかその先々のことまで見えてくるので、伸ばしていきたいなと思いながらも、会社見バレで一気にアカウント消えるっていうところの怖さが同居してる感じですね。なかなかそこら辺の気持ちの整理もつかなくてっていうのが今の状態です。また100人超えたらまたその気持ちがちょっとずつ緩和されてくるのかなとか、以前の動画アカウントの250人超えたらとか、まあいろいろ多分状況が変わってくるので、まあ、今日言ってることが明日変わってて、おっしゃ会社もバレへんかったらまたもうちょっとできるわっていう風になってるかもしれないですし、そればっかりはちょっとわからないですけども、まあそういうところでございます。そうですね。あとはまあ、ここ2日ぐらいで一気に婚活の話をしてきたので、またちょっとネタが枯渇じゃないですけども、ちょっともう喋りすぎて、まだ何が残ってるかっていうのが、まあ、大量に残ってるはずなんですけども、何喋っていいかがまた分からなくなってきてるんで、ひょっとしたらまあ婚活の話じゃなくて、まあメンヘラおじさんの Vlog みたいな形で少し載せながらとかですね、あとまあやりたいこと、こうやってまあ一気に再生回数、再生時間、登録者が増えてきたので、改めて、こんにちはっていうところでですね、自分のやりたいこととか、まあ、やりたいことって言っても結局長期で見たら収益化と、あとまあ自分の、相談とか、自分の相談じゃないですね、言ったら視聴者さんの相談とか、またうつのブログとか、あと、オフ会ですよね。下世話な話とかはもうちょっとオフ会でしかできないんで、そういうオフ会とか、やっていきたいですっていうことぐらいしかまあないんですけども、一応仕事続けながらっていう前提でね、ないんですけれども、まあまあそういうことを定期的に、人数が増えたら発信しながらですね、またやっていければなと思ってます。本当に、再生回数、登録者数で、再生時間、こんだけ見ていただいてありがとうございますというところでございます。なんかアナリティクス見たら、やっぱり婚活のチャンネル2000人とか1000人ぐらいのチャンネルを見てる方が結構いらっしゃって、それに付随して、メンヘラおじさんのやつを見てくれてるっていうようなデータもちょこっと見えてるんで、あ、じゃあまずはその1000人2000人のチャンネル、さんとですね並ぶぐらい、ネタ、まあごめんなさいね、そこの他のチャンネルの内容を見てないんですけども、ネタが提供できて、定期的に見ていただけるようなチャンネルになればですね、まあ、伸びてくるのかなというふうにも思ってますし、楽しんでもらえるのかなと思ってますので、それに、言えたらそういう目標をですね持ちながらやっていきたいと思います。すいません、だらだらと話しましたけれども、まあそんな感じでございます。以上です。